いつもこのボーニックオイルのスベン・ボーニックさんは、まあ、多くは語りません。あのスペックもワーダーもあんまり教えてくれないですし、ただ音を感じろっていうような言い方してきますけれども、まあ、ぜひ皆さんこのボーニックオイルの音を感じていただいて、感性がですね、スベン・ボーニックさんと合えば一番いいんでしょうけど、まあ本当に小型ですし、片手で余裕で持てるくらいの重さですし、設置もものすごく楽です。小型スピーカーの良さってやっぱり広がりが出やすいだとか、まあ、設置がしやすいっていういろいろありますけども、まあ、ここまでスケールだとか低域も出ると本当にもう、大きさ分になってると言ってられないんじゃないかなっていうぐらいの感じになってきますけど、まあなんかこうかしこまったこの視聴室なんかに置くのはもちろんいいと思うんですけど、ここなんかリビングにポンとさりげなく置いててボリューム回したらものすごい音するみたいな、そういうイメージでこうなんかこのボニコで使ってもらえれば一番いいんじゃないかなと個人的には思ってますけど、もう一曲あのレコードをおかけいたします。定番中の定番、フェードドミニオン。